ルイス・イリサール・サモーラは、キューバ・ハバナ出身、スペインで活動する、料理人、教育者、新バスク料理運動の牽引者である。サン・セバスティアンにあるルイス・イリサール、料理学校両親は、バスク地方のギプスコア県サン・セバスティアン出身である。父親は建築業を営んでおり、母親の家族は、バスクペロタの戦士向けの宿泊所を営んでいた。 かつてスペインの植民地だったキューバの首都ハバナにて1930年にルイス・イリサールが生まれた。4歳の時にサンセバスティアンに戻り、16歳の時にマリア・クリスティーナホテルの料理人見習いとなった。フランス・パリのレストランでロイヤル・モンソー、イギリス・ロンドンのヒルトンホテルなどでも働き、ヒルトンホテルでは総料理長を務めた。 37歳だった1967年には、ギップスコア県、サラウツにある、ホテルユーロマール付属のホテル学校として、ユーロマールホテル学校を開校させた。この学校では、料理技術だけではなく、ホテル経営全般を指導している。日本の北海道函館市出身の深谷幸治は、1975年に、 そうして、イリサールの下で修行を行った後、1981年にレストランバスクを開業させた。深谷は、スペイン料理フォーラム員函館の発起人であり、函館西部チクバル街の初案者でもある。63歳だった1992年11月には、サンセバスティアンに、ルイス・イリサール料理学校を開校させた。当時の料理界では、技術は、 盗んで覚えるのが常識だったが、ユーロマールでは午前中に講義と、実に午後にレストランで研修という革新的なプログラムを組んだ。この学校は後にシンバスク料理運動に携わるものを何人も排出しており、カルロス・ワルギニアのペドロス・スビハナ、ホセ・ラモン・エリソンド、ラモン・ロテータなどがいる。ありがとうございます。